いやいや、ただいま。ナミエちゃん来てくれてたんだ。あんたたち行くわよ。いいわね。デビー。ああ、海も行きてえな。でもな、海の家ねえしな。で、何がよ、最近レディース増えましたね。あ、放送に来てくれる女の子、女子。おお。だってショコちゃん昨日だってもう眠いから寝落ちしてもいいですかって言ってたじゃん。だから覚えてるよ俺、そのセリフも。いいよーっつって俺言った。何がよ、な、海の家がないのが、なんで俺行きたくねえかっていうと、そっから全く記憶ない、もう寝たんだよ、だからそっから。なんでかっていうと、シャワー浴びれねえだろ。もう砂ザリザリになるんだよ。わかる？あ、それが嫌なの俺。帰り、電車とかで帰ってくん、来ても、あと耳ん中とか。絶対出てくんな。翌日とかでもなんか、あら？だこれ？みたいな。あるあるだろ。海行って、翌日あるあるだぜ。ああ。泳げますか？のりかずさん、俺、元トライアスロンとかやってたんですけど。あの、うなちゃんまの水泳で検索すれば、俺の水泳動画もネットに上がってますから、見てください。はい。綺麗に泳いでると思うよ。俺の泳ぎ、さすがのアンチもディスんなかったからな。ん？ふうみさん？嘘にまみれて嫌になります。何がよ？どこがスタートでどこがゴーなのかとか、ましてや何の企画をやってんのかさえも俺知らないけど。うん。散歩配信でもやってんの？ロードバイクは、ソフトライドっていうメーカー。うん。ソフトライドの TT フレーム乗ってた。うん。フルカーボンの。まあフレームだけで30万弱ぐらいするからな。うん。トライアスロンとアイアンマンレースと同じですか？ディスタンスが違う。距離が。うん。
アイアンマンレースってハワイアイアンマンレースでしょ。ね。アイアンマンレースはイコールハワイだからね。カイルはコナだから。うん。1000人ブロックしても人が減らない雑魚です。さよなら。ブロック祭りやってみろよ。やるら、よその配信者や。打ち消ししてやがんの、こいつ。バカじゃねえの。クソがや。陸上部だったから、俺は中学の時は。マラソン系はいいけど、一番俺がね、やっぱり練習したのは水泳だったかな。うん。なんでかっていうと、水泳は、トライアスロンの水泳って、自分のレーンがこうやって決まってて、そこで泳ぐんじゃないんだよ。ぐっちゃぐちゃの中で泳ぐから、それが練習できねえんだよ。マジで。魚の大群見てない動物、まさにその通りで。ずっとバシャ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 。グレートレースっていうか、あれだろ？日本海から太平洋まで走るやつだろ？泳ぎ動画ってゲルちゃんとのプールの、そうだよ、波。あ、見た？うん。なあ、富山湾から北アルプス、中央アルプス、南アルプスをずっと走って、最後、駿河湾でゴールするっていうやつ。ああ。化け物だね、あんなの。しかも、途中、寝たきゃ寝てもいいし、だって自力でテントはなしだからね、あれ。ああ。いやいや、泳ぎ方教えてくださいよ。それは、スイミングスクールでも行けば。あ、だからそれだよ、ケチ。それ、レースの途中で、途中、ヘリでピックアップされるやつもいるし。遭難までは行かないけど。いるよ。なんだっけな、誰が強いんだっけな、そのレースね、俺ね、どっかのね、自衛隊のやつか、消防士上がりのやつが、連覇かなんかしてるはずなんだよ。足の筋肉すごいですよねって。何が？その当時の。
その水泳の時の、あの頃はまだ若いから、若いっつったって46ぐらいだぜ。6、46か7ぐらいだぜ。今だってこんなもんだぜ。真ん中の足はダメだけどな。筋肉はダメだけど、すいません。朝の8時半からしもねえです。ごめんなさい。足きれい？俺？きれいよ。君たちはほらほらピザ配信者しか見てないから俺もね、もうちょっと体重増えてもいいかなって思うような気もするんだけどね。真ん中なしはおいらも同じようにふにゃってます。しゃあない。相手もいないしな、俺の場合は。逆側に取っちゃった。これパーラメントのよ、最近俺思うんだけどよ、一番よ、ダメなところ。このよ、セルがよ、セルってこの、あれがよ、まあ取りにくいわ。ふがいらっしゃい。いやー、今日も暑くなるな。俺さ、今度さ、もうそのビーチとか行くのめんどくさかったらさ、そうすぐ裏に公園あるんだけどさ、このぐらいのさ、ちっちゃいクーラーボックスさ、そこのジャパンで買ってきてさ、ロックアイス入れてさ、缶チューハイかなんか入れてさ、持ってってさ、海パン一丁でさ、上半身裸で焼いてたら、俺通報されっかな。ダメかな。予定はないけど化粧しようかなって迷い中。天気がいい。天気がいいと化粧すんのかよ。大阪なら行けるかも。いるもん。だって上半身裸のおじさんとか。いや、俺んとこベランダ東向きだから、一番いい状態の時がもう日が向こう側に回ってるからダメなんだよ。いや、三角公園じゃねえから。ただ、犬散歩のよ、聖地になってるから、その犬ババアがよ、いっぱいいるんだよ。久野に俺が行ってたらおかしいだろ、奈美恵ちゃん。だって、行かなくたって俺、そんなに、だって色白じゃねえから。公園に海パンって OK なんですかね？大丈夫じゃねえの？
日本語が通じない人？いや、俺話しかけたことねえからわかんねえけど。ていうか、ほぼ公園の中ではみんなの、なんかリード外してるけどな。ここの屋上無理なんでっか。いや、俺上がったことねえよ。ここのマンションのだろ？ない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 。